ちらも天気がいいですね。そうですね、前回ねグランドナショナルをお届けした時にイギリス天気がいいというお話をしましたが、はい、あれからずっといいんですよ。この時期の英国がねこんなに天気がいいというのは本当に珍しいようですね。ですからね、ババが乾きすぎて水をまいたと言われてますね。ご紹介しましょう。バーリー、3歳児はね陽性して1勝だけなんですが、前走グリーナムステークスであのセルティックスイングの2着に来て一気に脚光を浴びた馬です。こちらがウィリーカースですね。2番が噂の怪物セルティックスイングです。3歳児はね3戦3勝、その全てが大差勝ち。これからねレーシングポストトロフィーというレースが出てくるんですが、これがなんと12馬身差圧勝なんですよ。ただねこの時はジョッキーのケビン・ラーレーに最初からねできるだけ離して勝ちなさいという指示があったそうです。というのは離して勝てばあのサンザチャンピオンになれたんですよね。離して勝たないとチャンピオン、多分ペニカンプだったんじゃないでしょうか。はい、うまくいかない。3番がチリビリーです。昨年ねジムクラックステークスという重賞で内に包まれながらギリギリ抜け出してきた非常にいいレースぶりが買われて、冬の間ね2000人の4番人気に押されていたんですね。4番がディフィデント、前走ヨーロッピアンフリーハンディキャップステークスレコードで勝ち上がってここへ臨んできました。これも3戦2敗の馬です。これがねそのヨーロッピアンフリーハンディキャップなんですけども、今先頭がハライヤーという牝馬、ここをね一気にここからすごい瞬発力で抜け出しました。この馬はねペニカンプと同級者なんですよ。ペニカンプのずっと調教の相手をしてきた馬です。5番がグリーンパフュームです。この馬はね昨年デューハーストステークスでペニカンプから1馬身差の2着だった馬ですね。今季ここが初出走です。6番がヌアミス、3歳児は1戦1勝ですね。ニューマーケットのメイドンを非常にいい勝ち方をして大物と言われた馬です。今季はね初出走、今季初戦のクレイブンが3着だったんですね。そして7番がペインターズローです。この馬はそのクレイブンステークスの勝ち馬なんです。この馬も3戦3勝負け知らずですね。これからねそのクレイブンステークス出るかと思うんですが、過去10年間の英国の2000ギニー馬10頭のうち5頭がこのクレイブンをステップに2000ギニー馬になっている非常に重要なレースですね。真ん中を抜け出してきたのがペインターズローです。向こう側がヌアリスですね。そして8番がペニカンプです。ここまで5戦5勝ですね。これがねフランスの三歳馬の一番強い馬、そして昨年のヨーロッパのフリーハンデでは第2位だったんですね。今季初戦のジェベル賞も大落勝しています。そしてねこれがあそのペニカンプの勝ったデューハーストステークス、この同じニューマーケット競馬場で行われた G1 ですね。そして9番がパイプメジャーです。昨年ねシャンパンステークスのスライピーカーで2着という星があるんですが、ちょっと力量的には落ちるかもしれません。当番がシルカブランカ、昨年のコベントリーステークス人気で敗れた馬ですね。この馬もちょっとそれ以降調子が悪いですね。そして最後11番がゼブです。ゼブというのはジムクラックステークスのチリビリーの6着、これもねあまり実績はない馬ですね。